ダンベルゴリ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 。こんにちは、加古信明です。今回は10月30日に行われた福井ユナイテッド FC ファン交流会行ってまいりました。 JFL も昇格をかけた重要な試合ばっかりなのに何してんのって言われそうですけども、トレーニングマッチの相手がセレッソ大阪ということで、あわよくば小菊監督とかルヴァンのニューヒーロー賞の北野選手とかに取材もできねえかなと思いつつだったんですけども、それはねあいにくできなかったんですよ。時間の関係もありましてね。でもいい写真たくさん撮れましたし、また何かに活かせるかなという感じでした。会場は 9.98 スタジアムです。桐生義秀選手が 100m 短距離で 9.98 秒の日本新記録を出した競技場なので、それに敬意を表して名前が付けられてます。多くのお店がスタジアムの周りに集まって、セレッソとのトレーニングマッチには1600人以上のファンが詰めかけました。北陸ご当地アイドルの桜井戸さんのライブもありました。バニーズ京都時代のパーピアネオさんといい、どうもアイドルさんと縁があるなっていう感じですね。そして試合のキックオフは午後1時でした。トレーニングマッチなんでメンバーとか配置とか詳しく話しませんけど、まあ、今映像には出てますけどね、セレッソさんがかなり主力メンバー出してたんで、福井ユナイテッドの広報のセレサポの方も喜んでました。試合は開始から7分動きを見せます。いきなりジェアン・パトリック選手が左サイドからのカットインで見事なコントロールショットを叩き込んで先制点です。29分にはホームの福井ユナイテッドもファンを沸かせます。セットプレーの流れからクロスを奥選手が合わせて同点に追いつきます。ただその直後でした。リスタートからのプレーでセレッソ再びリードします。ジェアン・パトリック選手がスピードを生かして一発で裏取ってシュート決めました。まさに、This is ジェアン・パトリック。1対2でハーフタイムに入ります。そして後半2人メンバーを変えたセレッソが追加点決めます。山田選手がゴールの右の角度のないところからドワーンとシュートを決めて1対3リード広げます。さらにジェアン・パトリック選手の飛び出し This is ジェアン・パトリックから PK を得たセレッソ、ブルーノ・メンデス選手のゴールで4点目ダッシュしました。ファンの前で意地を見せたい福井ユナイテッドは61分にあの選手が左からの折り返しを決めて2点目、77分に奥選手が裏に飛び出して3点目を奪って1点差に詰め寄ります。ただ88分にはセレッソ大阪が5点目を奪い、最終的には3対5で終了しました。多くのゴールが生まれて両サポーターが盛り上がることができた試合だったんじゃないですか。ではファン交流会を終えた藤吉慎二監督にしっかりじっくり契約更新の話なんかも聞いてみました。素晴らしいイベントを終えた後の藤吉監督にお越しいただきました。ありがとうございます、はい、まずは今日のこのイベントの感想からお願いできますか。あ、そうですね、もういつもね応援されてもらってる立場で、本当にありがたい気持ちをすごく恩返しできたらいいなっていう気持ちでいつも、試合やってるんですけど、選手たちがそういう気持ちを持って接してるのを見て、あ、本当にこういうイベントはいいなとつくづく思いましたし、やっぱそのサポーターの方とかファンの方もね、なんかこうまたより近い存在になれる、なんかいい機会だったんじゃないかなと思います。先日僕も全社も行ったんですけれども、はい、鹿児島まで結構なサポーターいらっしゃってたじゃないですか。そうですね、暑いですね、はい、福井のサポーターは、はい、いや本当にまだその、コロナ禍でちょっとなかなか来れない方も多くて、本当に気持ちの熱い方で、しかも本当になんかこう心から
応援してくれてるっていうのはすごく、うん、分かって、僕ももう福井来てよかったなと思いますし、そのサポーターがね笑顔になれるように本当に俺たちが今度はこうピッチで恩返しするやっぱ結果出して恩返ししてやっぱサポーターの方が本当に、このチームを応援してよかったなって思えるようにやっぱ日々練習して頑張んなきゃなっていう気持ちになりました。まさにそういう点では先日契約の延長が発表されましたけれども、はい、今回単年契約ということなんですけれども、はい、それはどちらですか、クラブからかご自分からと契約？いやもう別にもうそのどっちかとかなくて、はい、やっぱその単年で、もうやるべきだと思いますし、今年結果的にはあんまり良くなかった、シーズンだったと思うんですけど、僕は続けさせてもらう、その気持ちがすごく嬉しかったですし、福井ユナイテッドを好きになってますし、このチームでこの選手スタッフでクラブの方たち、そしてサポーターの人たちとやっぱりもう一回来年もチャレンジできるというのは本当に嬉しいですし、やっぱ逆にそのチャンスをもらったからにはやっぱりその、今日のファンの方に恩返しじゃないけど、そういう気持ちでやっぱり僕も結果を、ピッチで出さなきゃいけないなと思ってすごく、強い気持ちを持って来年やりたいなと思います、はい、11月で来年の話をするのはあれなんかもしれないんですけど、今年経験してこの哲学はちょっと変えなきゃいけないなっていうポイントが出たりとか、うん、あるいはそのもっとここは先鋭的に努力していかなきゃいけないポイントもあると思うんですけども、うん、そういう点来年に向けてどういうふうに軌道を作っていきたいと思いますか？そうですね、やっぱりその、やることはもう本当に変わらずブレずにやっぱやっていきたいし、で僕は今やろうとしていることを選手たちもすごく理解してくれて、で本当に共に作ってきたサッカーをできてきたん でそこはもう続けながら、やっぱりその、足りないところはやっぱりそのもしかしたら、みんなも頑張って勝利にやっぱそのこだわってやってたんですけども、よりやっぱりそのこのサッカーでやっぱり勝てるんだっていうのを証明するために勝利するっていうところをやっぱ重きを置いてやっていきたいなと。点では来年に向けてどういうところを、選手の補強ってなるとまた細かいことになっちゃうんですけれども、はい、どういうポイントを、強くしていきたいなっていうところはありますか？そうですね、やっぱりその試合巧者というか、やっぱりその試合の流れによってやっぱそのプレーを選択するっていうところもやっぱ増えてくるだろうし、やっぱそれも全てはやっぱりいいサッカーやりながら、やっぱいいサッカーっていうのは勝つサッカーがいいサッカーっていうのもね入ってるんで、取り違えないでやるっていうのは、僕も含めて選手たちを共有して、今年はやっぱりそのチームの内容と結果両方とも求めてたんですけど、それをちょっと一つにするっていうイメージですかね。その今まで2つのゴール、内容を、いいサッカーをする、1個は、JFA に上がれる、勝つっていうところを2つのゴールだったので、これをちょっと一緒にするイメージ、そこが来年のとこなんじゃないかな、本当に期待したいと思います、はい、セレスは昨日も試合をしていて、どうこの実現にこぎつけたのかなっていう経緯みたいなものをちょっと聞きたいなと思います。そうですね、やっぱそこはもうフロントの方のね、本当頑張りだと思いますし、本当この J1 の選手と、やれる機会を、でしかもそうやってお客さんをこうやって入れてもらって、いいスタジアムでできる、でスタジアムの、グラウンドもしっかり整備してもらってやってもらって、でこのなんかね、でしかもセレスさんもね真剣にやってくれて、で本当力試しには最高の環境を本当作ってもらったっていうのがすごく大きかった、予定なんかもあって見られなかったサポーターも結構いると思うんで、はい、そちらに向けて最後にメッセージいただいてもよろしいでしょうか？今日もセレッソ大阪さんとやって、でやっぱできるプレーも多かったですし、やっぱまだまだ足りないところもやっぱり出た試合だったと思います。でこのやっぱりセレッソに向かって本当なんだろうな、チャレンジャー精神で積極的にやるサッカーが僕たちのサッカーだと思うので、来年も本当に積極的でアグレッシブなサッカーを見せて、で本当見に来てくれるお客さん、そして、福井の福井ユナイテッドに関わるみんなが笑顔になれるように、本当に強いチーム、JFL 昇格できるように、その実現のために、日々努力していきたいと思うので、ぜひ一緒に戦ってください。ありがとうございます。来年期待しています。はい、藤吉監督にお越しいただきました。寒い中ありがとうございます。ありがとうございました。藤吉監督のインタビューお届けをいたしました。
なぜ藤吉監督以外に取材できなかったかというと、こうやって試合の後にはファン交流会としてトークショーだとかゲーム大会だとかありまして、で後ろのセレッソバスも見える通りトラックか、セレッソさんもねこういうのがあるんでパッと帰っちゃいましたし、ということで藤吉監督の話をじっくり聞くことにいたしました。来年に向けて福井ユナイテッドのサポーターの方々はちょっとこう感じるところがあるんじゃないですか。しかし1600人以上の方が、もう相手が J リーグのセレッソ大阪戦だったとはいえですよ、トレーニングマッチですから、1600人もの方々が来るというのは本当にこうちょっと感慨深かったというか、サウルコス時代の10年以上前ですかね、テクノポート福井に70人くらいしかいなかった試合とかもね見ましたから、なんかちょっと感慨深いですね。黒豹黒田選手とかいましたね、懐かしい、誰がわかるんださあ、ということで、まあ、来年の話になってしまうと、もう来年の北信越リーグの開幕となると4月ですかね、半年ぐらいあるんですけれども、そこまで福井ユナイテッドのサポーターの皆さん、来年に向けて力を蓄えて頑張ってください。この後地域リーグ界隈では地域サッカーチャンピオンズリーグが11月の第2週から始まりますので、私そちらの徳島会場の方に取材に行きますので、それもこのホリーの YouTube で随時出していきますので、よろしくお願いいたします。来週は JFL の奈良か大阪に行く予定です。よろしくお願いいたします。ということで、またお会いをいたしましょう。カバノブアキでした。バイバイ。